なたの持っている資源は時間しかないんだというふうに考えてくださいと。自分の持っている時間も1週間とか10日とか1年とか考えたらちょっと難しければ1日でいいんですよ。今日1日でいいから、今日1日の持っている時間の中でどの部分を輝かせられるかということに集中するんです。毎日毎日これ以外考えなくても構わない。言葉を変えてもっと宗教的に言うとするならば、あなたの命が今日で終わると考えてください。今日で終わると考えたら、今日一日あなたはどう過ごしますか。この連続なんですよ結局ね。今日一日であなたの寿命が終わるとして、あなたは何をしますか、その時何をしますか。これを毎日問うてください。毎日これを問うて、これを1年2年3年あるいは5年10年と続けていけば、まあおそらく3年以内にあなたの人生は大きく変わります。絶対に変わります。毎日毎日今日で一日終わりかもしれないと思いながら、この一日を無駄に使わないで、何とかして、もう本当に神様仏様あるいは世間の人々のために使いたいという気持ち、あるいは自分の持てる力を 全部使い切りたいと、できるだけ使いたいと、そういう気持ちでやっていったら3年経ったら全然別人になります。だから皆さんが競争して絶対勝てないと思っているような人とかですね、はるか先を行っていると思うような人は、これがいつの間にか射的距離の中に入っていたり追い越していたりすることがあったり、連続ライバルでなくなったりしているようなことがあります。こういう積み重ねなんですね。明日の命があるかどうかというのは分からないんですから、その日は勝負なんです。ですから皆さん一日一生、原点に戻ってください。今日一日しかないとして、あなたはどう生きますかと。この問いをどうか忘れずに毎日毎日持ち続けたら、1年では相当変わるし、3年経ったら全然別の人間になってますと。だからあなたが今悔しく思ったり劣等感を持ったり挫折してる気持ちは全部吹っ飛んでしまいます。それは全てこの1日をどう黄金色に輝かすかというこの一点にかかっています。